霊を施行する最大のご利益ってもしかしてそこですかね。ご利益って言葉がね、あのやだなもうこんなに喋ってるのに。だから遠い憧れと俺は呼んでるけども、それは今の話では本当の友情とか本当の愛情とか本当の忠義とか本当に人間の役立てる事業とか本当にどうっていうことなんです。そういうことですね。だからいわゆる覚悟みたいなものです。そういうことです。とにかく覚悟を決める、覚悟を決めてやることは全部未完の覚悟がないとできない。よし、ここで覚悟を決めて、また覚悟を決めなきゃできないような事柄に挑戦しないと人生はダメだっていうことだね。でもその覚悟を決めることによって、はい、だから絶対うまくいかなくてもいいっていうところも一つの覚悟ですよね。それがないとスタートできないです、はい、本当にあの信じるもの、本当にあの自分がいいと信じるものをやるのは、ダメでもいいという覚悟がなければ絶対できないです、うん、社長もこの事業ダメでもいいって、もちろん死ぬ覚悟です、うん、死ぬ覚悟で、うんうん、俺はもうもちろんあの当時だから、まあ子供が赤ちゃんだったけども、二、はい、人でそれを悪いと非難される人はまあ今多いと思うけど、俺はもう心中する覚悟でやりましたよ、うん、ダメならダメなら、うん、お嬢さんともちろんそうだね、はい、もうだってもう女房も死んでるし、はい、まあ、とてもじゃないけど一人残せないよね、まだ赤ちゃんだから。なるほど。これはもういいとか悪いの話じゃないです。その覚悟がなければできないです。だからもちろん俺がまたこの事業を始めて、また家で感動されたって親父からね、それは当たり前のことです。うん、お金もない何もない赤ん坊抱えて、はい、女房も死んで、はいはい、なところから事業を始める人間なんてもう親なんか許せないわけですよ。うん、それは当たり前のこと、親父が怒って感動するのは当たり前のことなんです、はい、でもどうであれ、やらなければならん時にはやらなければならんということです。本当に一貫されてますもんね、ずっと、うん、あの全てのもんが同じ、うんね、別に事業だけじゃないです、はい、でも社長はこの葉隠実会っていうのは29歳あたりに確立されたとおっしゃってたじゃないですか。確立ってどういう意味かの、確立っていうかこの葉隠実会書いたのは小学校5年だよ。あ、この葉隠実会を書いたのは小学校5年生の時に書いて、そうだよ、葉隠実会っていうのをちゃんと決めて、はい、葉隠の中から言葉抜いて、はい、で紙に書いて貼り出したのは小学校5年生、小学校5年生でした。そうだよ、大変に失礼いたしました。そうだよ。でその中からこの大きな3つを、みかんと忍ぶ子だから、そこにもう完璧に葉隠思想を3つに絞り込むまでに28歳までかかった、はい、なるほど。あ、この実会は5年生だったんですね。そう、これで部屋にこう貼り付けた。はあ、できたできたと、リストホーフェンの感じ。すごい並びですね。そうだよ、うん、そうか、7歳で初めて手に取って、そう10歳ぐらいではじゃあこのもう葉隠れ実会ができてたんですね。まあ自分の中ではこういう俺が好きな言葉を選び出して 10の俺が一生涯これで生きるぞというこのね決めた言葉ですよ、はい、これをもう張り出してたわけです、はい、うん、10歳で、まあそうだね、そういうことですね、うん、だからそっから1ミリもブレてないってことですもんね。もちろんゼロですね。ゼロですよね。ゼロです、はい、ブレは忍びたくないって思ったことは多々あっても、あれはだからちゃんと俺神の摂理で忍ばされてますから。だから態度でかいんですよ俺。あれうまくいったら俺ね態度ちっちゃくなりますよ。結果論ちゃんと忍んだわけですからね。そうだよ、はい、結果は忍ばされたんだけど忍んだんだから偉いですよ。だからこの態度ですよ。どうだよって。そうですよね。そうだよ、葉隠れ宣伝部長ですもんね。だからそうだよ、はい、うん、そうか、なるほど。まあでもその山本城長は気違いにならなければできないって言うんだから、あの江戸時代の昔からやっぱり中途挫折っていうのを受け入れるには、うん、高度成長関係なく、うん、社会の常識的なものをやっぱり吹っ切らないと、
できないんだろうね。そうですよね、うん、なんか社長がいつもおっしゃる断じて離婚になってはならぬっていうところってことですよね。それも全部ハワクレから出た結論でね。あ、だってそうなんですか、うん、離婚になったらこれできませんよこれどっちか迷ったら死のへらねって言うんですもんねとっとと死ねって言ってんのこれできませんこれ。それは書き出したところで自分でわかりますよそのくらいのことはすごい不合理ですもんね。そうだよ。でもやっぱりそのね、徹底的に不合理で、うん、人間には絶対にできないと思う事柄なんだよ、うん、はいはいはい、俺はそこに最大の魅力を感じたね、うん、それを美学としてきたってことですもんね俺はね、はい、うん、ものすごく難しいことに魅力を感じるっていうよく言っている人いるじゃない、うんうん、あれとちょっと似てて、あれのもうちょっといい感情だと思うよ、うんうん、あのスポーツなんかでも、はい、難しいスポーツほどなんかこうファイトが湧くとか言ってる人多いじゃない、うんうん、あれと同じだよ。まあ確かに。俺はもっと目標がでかくて、うん、人生を通じて絶対にできないことに挑戦しようと小学生で思ったってことだ、はい、なるほど。おで、どんなことに挑戦できるかなっていうことを社長はずっと考えてこられたってことですか。そうだろうな、多分。あ、じゃあまずそっからでいいってことですね。自分に何ができるだろう。そういうことだよ。はい、うん、別に死ぬ前の人だってできるよ。うん、何に命をかけようっていう。そうだな。はい。でそれを読書を通じて見つけたりとか、いや、もともとこういうのがあるんで、はい、人間としていかに生きるべきか、うん、悩み、苦悩し、うん、まあ毎日深苦の歴史を送ってるわけだよ。だから読書がやってるわけだ。だからいろんなその自分なりにやっぱりその今はさ偉そうにさ答えなんか見つけてはならんとか言ってるけどやっぱり答え見つけたかったね。そういうことなんだよ。バレちゃったな。そこなんだよ。やっぱり答えが欲しいわけだよそこでやっぱり文学とか、はい、あの突入していくわけだよ。あ、で突入して何十年も読んでるうちに、うん、大文学というのは答えを得るものではないんだとか、はい、分かってくるわけだよ、はい、分かっちゃってからね、頭合ってるからダメだとか言って分からぬがよろしいって始まるわけですね。ああいうこと言っちゃうわけだよ。なるほど、うん、まあ、社長もその経験も経てたわけですね。当然ですよ、女の同じ人間ですから、はい、うん、いやもうなんか生まれた時から社長は社長なのかなってちょっと錯覚しちゃうんですよ。なことありえないよな、はい、だからなんか今も、うん、もうずっとこうやっぱり悩み続けてらっしゃるっていう、うん、もちろんそうです、はい、73歳だけど、はい、俺は73歳に今なってるけれども、うんうん、自分がどう生きたらいいのか、もうどのようにこれから生き、うん、何をしたいのか、もうずっと悩んでますよ。あなたも俺の計画は聞いてるけど、はい、壮大な計画でしょ。だって73歳からこれからやろうとしてることだって、はいはい、今の多分20歳の人間が聞いても、はい、もう呆れ返りますよ。ぶっ飛びましたね。そうだろう、多分、はい、その計画を聞いて社長から、うん、はい、どういうふうに電脳社会に、はい、移行して突入していくかっていう、うん、でもそういうことですよ。だからそれは俺もいつ死ぬかわからんわけだから、はい、それは中途挫折するつもりじゃなきゃできない、うん、言えないですよ。だからもし未完というものを受け入れてない人間だったら、うん、俺もあの就活とか行っちゃってさ、うん、なんかこう だからまとめに入るわけですよ。エンディングノートとか書いちゃったりとかして。そう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 。いやもう社長だなるわけだよ。あ、全然イメージ。でもあれは、はい、まあやってる人には悪いけど、うん、こじんまりとした幸せなんだよ。まあ確かに。だから俺から言わせりゃこの偉大な人間生命、うん、宇宙から与えられた、うん、この偉大なる人間生命が行うことではないってことだよ。なるほど。俺はやっぱり生命は偉大だと思ってる。はい。もっと崇高なものに。もっと崇高なものに向かわなきゃならんと。がむしゃらに。そう。はい。合ってるか間違ってるかもわからないけど。もちろんそうだ。突き進めと。そういうこと。で、犬死にしてもいいと。と思わないとできないってこと。犬死にしろって言ったわけじゃないですか。当たり前ですよ。そんなこと進めてませんよ、俺は。勘違いされる方がね、いるんで。だから、あの、死に狂いでやれったって、はい、死になさいなんて言ってんじゃないですか。でも、死んでもいいつもりがなきゃできないって何も。つまんないことはできるよ。だから、あの、やっぱり本当の事柄だよ。人類にとって役立つような。それはできないっすよね、うん。で、自分の生命の本質が何かとか、自分らしい人生を送ろうと思った目的だって、死に狂い。うん、それから忍ぶ恋、はい、それから未完、うん、このくらいのことが分かってなきゃ、うん、絶対にできないです、うん、そうですね、もう俺が絶対にと言ってくる、はい、あ、それほど、はい、この社会っていうのは甘くない、うんうん、俺自身も生きてきてそうだから、うん、
だから別に俺も大したことをやったっていうことは別に自分は何も思わないけども、はい、ないし、うん、もうこの社会に流されないで生きてくるだけで、うん、大変な思いですよ。あ、社長も流されそうになることあるんですか？それは何にもしなかったらすぐ流されますよ。あ、魂の手綱を握りてないとちゃんと。毎日魂の食事を食べ、うん、文学を読み、はい、毎日自分を戒め、はい、五線も唱えて。だから例えばこの授業なら、毎日俺が言ってるじゃない、創業の志に毎日戻らない限り、必ず授業は社会の流行りに流される。だから俺はこの事業を立てた時の33歳の時の自分が一番崇高な心を抱いたその創業の自分の言葉ですよ、うん、ここに毎日戻りますよ。戻らない限り日常生活では必ず流されちゃう。なるほど、うん、まあこっちの方が都合がいいっていうのは毎日だから、うん、でも俺はもうそれを毎日だから、うん、だって海軍兵学校の五星だって今でも毎日唱えてんですよ。小学生からでしたっけ？そうだよ。だから唱えなかったら、逆に言えば唱えなければ流されるってことだよ。だから昔の海軍軍人だって唱えなかったら流されるってことだよ。そういうことなんだよ。それほど人間っていうのは弱い。うん、俺もそうだけど、はい、弱い存在なんです。例えばなんですけど、うん、商売をやってる方がいらっしゃったとして、はい、自分が死んだ後も100年先もこの自分の商売をこう繁栄発展させていきたい、地域の人のお役に立ちたいっていうのも、うん、これも一種の未完であり崇高なものに向かってるって言えますか？当然ですよ、うん、本気なら。本気なら、うんうん、当然ですよ。それが自分 の家族のためだったとしても当たり前ですよ、ね、家族のためにやるのが地域の役に立つと、うん、そう、うん、イコールだから、うん、俺はいつも言ってんじゃん、うん、愛とか友情もそうだけど、たと、うん、え一人の人との愛情が本物、うん、本当の愛情を貫いたら、うん、あの文学でもいつも言ってるの、うん、若きウェルテル、うん、それからアンドレ・ジートの狭き門、うん、あれ一人の人を愛するだけの物語じゃない、うん、あと天の優雅を、うん、偉大じゃん文学じゃない、いやそうです、ね、あれは偉大な事業を行ったのと何にも変わらないです、うん、人間として最も崇高な生命燃焼をやったということですよ、うんうん。だから大きいものならいいか小さいものならいいかとは今あなたは言ったじゃない、はい、それが、はい、その高度成長の経済効果の教育なんですよ、うん、あ、どうしたらいいんだろう、どう分かれってことあ、そうかと、どういうことですね。だからもう我々は徹底的に儲かるものがいい、うん、人数が多い方がいい、うん、大きいものがいい、うん、もう教育されちゃってるんですよ、うんうん、でも昔の歴史見て、本当の友情を貫いた物語はなんか、もう本当にみんな感動するはずだ、今のような。だから、同じなんですよ。そうか、大きい小さいじゃないですね。関係ないんです。生命燃焼ですから。なるほど。いや、宇宙がどうとか言われると、なんか、でかいものが。宇宙は個人の交流、生命。だから、個人の生命の偉大さを説明するためにもちろん宇宙なんか出てくるだけですから。はい、はいはい、そういうこと。宇宙なんてどうでもいいんですよ、本当は。どうでもいいんですよ。だから、説明で説明。そうですよ。大小じゃないですね。そうだよ。そうか。だから説明のために文学も出るし、いろいろ歴史も出るし、はいはい、宇宙も出る、地球も出る、はい、いろんなものが出てくるわけですよ。なるほど。でも俺なんかの中心はやっぱり生命の偉大さを問いかけたいわけですよ。うん、みんなも人間としてこの世に一つの生命を持って生まれたんなら、はい、そういう偉大な文化をね、うん、仰ぎ見て、そういう生き方を自分もしなければ。うん、一回、ただの一回の人生だから、うん、絶対に悔いるぞと言ってるわけだよ。確かに。悔いのない人生を送ってもらいたいためにもってことですね。当たり前ですよ。うん、じゃあ、その、葉隠れを志向する最大のご利益ってもしかしてそこですかね？ご利益って言葉がね、ちょっとあの、やだなぁ、もう。こんなに喋ってるのに、最終的にご利益って。わかるけどさ、言ってる意味はわかるけど、はいはい。まあ、そういうことだよ。そういうことですかね。でもそうだよ。悔いのない人生を送るための、経典。今もちろん、はがくれはがくれって俺はこれ騒いでるけども、うん、はい、もちろん武士の時代でもないし、チャンバラの時代でもないわけ。うん、だから、武士の時代でもない、チャンバラの時代でもないのに、こんだけ武士道を説いてるってことは、うん、自分一人の生命的な生き方の話ですから。うん、だから男も女も関係ない、武士道。確かに。子供も関係ない。子供も関係ない。うん、95歳も100歳も関係ない。確かに。死ぬ日まで貫徹するかどうかですよ。で、貫徹できれば、俺は、
それはもう一つの生命として偉大な生命なんだっていうことを言ってるわけですよ。要は。はい。で、過去の物語やなんかを読んでも、絶対言ってることを、わかるよ。わかるよ。一つの友情だって、本当の友情を貫いたら偉大ですよ。うん、これは、白衣と粛清とか、古い中国の物語でもあるし、あとは、一番新しいとこじゃ、映画で、明日に向かって撃て。はい。あれ、ブッチとサンダース。あんな銀行強盗ですよ。確かに。西部劇の。でもすごい友情ですよ、ね。でも、銀行強盗だけど、死ぬまで一緒だったじゃん。はい、はい。あれ、泣きますよ、やっぱりみんな。俺も、泣いたから。はい。みんな泣きますよ。はい。あれが、だから、なんで泣くか。偉大だからなんだよ。友情の物語。銀行強盗すら、あの友情を貫けば、偉大なんですよ。うん。レオンもそうですか？レオン。ああ、間違えたな、ねね。そうそう。あれもみんなそうじゃないか。殺し屋と少女。そうそうそう。あの映画だって名画だと言ってみんなが涙を流すのは、やっぱりあのマチルダとレオンの、まあ、友情だよね。うん。そういうことですね。で、生命を共にするっていうか、はい、そういうことですよ。だから、みんなだって分かってんだよ。相手のために命を投げて、そう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 、死ぬという。やっぱりそれは美しいと思いますもんね。そうでしょ？はいはい。それはもう感じ。だから、いくら教育受けても、はいはい、心の奥底では思ってるんですよ。うん、だから現代のそういう高度成長なんかの政治家が旗振っているあんなくだらんあの流行りの思想に侵されないでやっぱり生命の本質を考えなきゃダメだと俺が言ってるんですよ、うん、でも経済成長を取ってしまうとやっぱりそういう教育は絶対的に必要だと思うんですけど、うん、じゃあその経済成長もう一旦置いといて、はい、葉隠れの思想をみんなが貫徹できたとしたら、これはもう完全なる冷静文明の始まりっていう感じになりますかね。まあみんなと言わなくても、はい、人類のうち 2-3% が葉隠れ的思想が身についたら、偉大な武士道的な偉大な文明が始まるよ。それは 2-3% でいい。 2-3% で大丈夫。これを冷静文明と。これはもう俺が何度も言うけど、俺は武士道で生きてきたけど、はい、この武士道で生きてきたこういう人間文化が作り上げたものを信じて生きてるのは、俺の本書いてるから竹本忠夫先生が今91の方、はい、がずっと冷静文明ってことを言ってるけども、はい、マルローの親友だよ。まあもう修行さんはあの武士道を生きてるつもりで、はい、冷静文明の中を生きてきたんだって言ってくださってるじゃん。同じ意味だよ。つまり肉体よりも魂を大切にしてると。だから結果としては魂の偉大さのために肉体を投げ捨てる時も必要なことがあるっていう話なんだよ、はい、しょうがないんです、はい、これは我々が単なる動物でない限り、他の動物はみんな自分大事で自分が勝つためにはどんなことでもしますよ。これがただの動物なんです、うん、ところが魂というのを神から与えられた我が人類はだな、うん、違う。誰俺が威張ってほしょうか。過去の人類は違うんです。違うんです。はい。はい。自分の愛する人とか、友情とか、愛とか、地域社会とか、村とか、そういうもののために、自分から率先して自分の命を投げ捨てる人が、この人類の文化と歴史を作ってるんです。現実に。なるほど。もうどちらでもいいってことですね。肉体なんぞ。そこまでは言わないけども。魂の価値を貫くためには捨てなければならん時もあるって、中途挫折だと同じですよ。さっきから俺言ってるけど、中途挫折が素晴らしい人生だって言ってんじゃないんですよ。中途挫折しても仕方がないってこと言ってるわけだから。そんなものを恐れてたら絶対に人間価値は到達できないってこと言ってる。なるほど。あ、ん？中途挫折を恐れてたら、あ、そういうことですね。そんなものは積んざいて、はい、なるほど、あのもう挫折も何でも命でもいいから、うん、ね、うん、やっぱり魂の赴くままに自分が信じる道をやれよと、うん、こういうことだ。そういうことですね、うん、恐れるなってことを言ってるわけですね、中途挫折を。それが未完、それで本当に偉大なものは全部未完なんだって話を俺がこうしてるわけです、うん、じゃあこの最後の実戒も、はい、教えていただいていいですか。同じ人間が誰に取り申すべきや、はい、だからこれはあの未完には限らないんだよ。はい、この最初の武士道というは死ぬことと見つけたり、はい、それから最後の、はい、この同じ人間が誰にお取り申すべきやと、はい、こういうふうに山本上長は言ってるわけ、うん、これも偉大な思想で、はい、俺がこの全てのものを乗り越えてこられた原因はこれだけだから、はい、まあ、すぐにみんな難しいとかさ、あれはどうだとか言うけど、俺はもう一度も思ったことない、はい、
本当にキリストまで含めて、うん、釈迦もキリストも、もちろん傲慢な意味で言うんじゃないけど、同じ人間に生まれた人間がやったことだから、俺がもし本気になってやれば、もう、キリストの業績も、釈迦の業績も、含めて、宮本武蔵も、含めて、できるに決まってると思ってる。うん、俺は、そう思わなきゃできない。はい、あの、武士道も、うんうん。できるに決まってるけど、中途挫折でもいいっていうことですね。これは、運命の違いから。だから、俺がどんなに頑張ろうと、うん、運命が、宮本武蔵と同じ運命を与えられてないなら、その到達前に、その、なるってことだよ。うん、だって、宮本武蔵だって中途挫折よ。あの、五輪の書を読んでもわかるし、あとは、修行と禅の境地に到達する直前で、うんうん、あの人は多分癌になったんだと思うよね。今で言えば癌か。で、洞窟にこもってもう死ぬんで、死を待ってる、うんうん。その時に五輪の書を書いた、うんうん。なぜ五輪の書を書いたかというと、自分が何も、思ってたことが到達できないでもう死ぬと分かったんで、うん、最後に、まあ、遺書だよ、あれ。書き残したわけ。はいはい、あの、弟子に、イオリって息子がいたから、あの、養子の。あの、イオリに書き残したのが五輪の書だから。うん、だから、宮本武蔵だってもちろん中途挫折なわけ。うん、だから、言い換えると宮本武蔵っていうのは、もう、人間としては到達不能なほど高い剣の極意を目指したから、中途挫折に決まってる。だから、宮本武蔵を目指したと同じことです。で、宮本武蔵にできたことが俺にできないわけはないと思ってますから、はい。で、もしできないなら、俺が怠けてるか、努力が足りない。うん、そんだけのことだと、俺はもう考えてるよ。例えば信仰心だって俺はもちろんジョン・ミルトンほどないよ。ジョン・ミルトンってのは偉大な失楽園っていうのね、あれをもう暗唱して書いてるけども、はい、盲目で。あんなことは俺にはできないよ。なぜできないか。ジョン・ミルトンより俺が劣ってるからじゃないんだよ。うん、俺があれほどの信仰社会で、あれほど聖書を信じる、ああいう激しい修行の社会に生まれて、そういう努力をできなかったからなんだ、俺が。だから、劣ってるからじゃないんだよ、はい。努力をしなかったからダメだっただけだから。そういうことなの。自分次第ってことですか？そういうこと。それを山本上長も武士道で最後にくくってるのがこれなんだよ。だから、武士道っていうのはもう命を捨てる修行だから、人が自分より優れてるとか思ったら絶対できないってことを山本上長は言ってる。命を捨てる修行なんだから、うん、命を捨てるということに関しては、うん、過去のどんな偉大な武士とも俺は同じ人間人の子なんだから、うん、何の引けも取らないぞと思わなきゃ武士道はできねえぞと、これを言って、これが同じ人間が誰に劣り申すべきやと、これも葉隠の中心思想、かっこいいですよね。かっこいいですよ、はい、これはもう俺のまた人生の中心思想なんで、うん、俺はだからもうずっとそう思ってますよ。だから誰とでもこう気楽に付き合うんです。本当ですね。よよよよよよ。よーよー、親友だなーって感じです。いろんな人親友ですもんね。だって本当にそうだもん。心を分けられればみんなそうだよ。だいぶ歯隠れやってきたけど、だいたい結構分かったのかな、はい、だいぶ分かってきました。ちょっとこう実態が見えてきたというか。そうか。ちょっと初めはこう厳しくって怖いイメージがあったんですけど、こんななんかストイックに生きなくてもいいんじゃないかなと思ったんですよ。ストイックじゃないですよ。だからストイックだと思うのがおかしいんですよ。今は思ってないから許してください、うん、それが高度成長で遊び放けどっていう教育を受けてる人間なんですよ。こんなに頑張んなくてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、頑張ってないです別に、はい、人間として魂の崇高を求めるのは当たり前のことなんですよ。そうですね、うん、この全6回のお話の中で、はい、やっぱりそこが一番深く落ちましたね。本当か？あれこれ例えばなんですけど、はい、同じ人間が誰に劣り申すべきやって、はい、赤ちゃんとか、はい、そういうものも全然関係ないってことですか？赤ちゃんから100歳のじいさんばあさんまで全く関係ない、はい、人間に生まれれば全員同じだよ。はあ、なるほど。赤ちゃんを軽んじちゃダメよ。赤ちゃんだろうが何だろうが全部人間ってのは、はい、宇宙から神から崇高な使命を帯びてこの世に生まれた、うん、これね本当に生物学の研究するとわかるから、人間がこの世に生まれるっていうのは大変な幸運と偶然の組み合わせなんだよ。すごいことなんだから。もう生物学的に人間が生まれるまでの過程を、俺は随分と生理学的生物学的に勉強したけど、もう感動しますよ。だって妊娠してから母親のお腹の中で10ヶ月で生まれるまでの10ヶ月間の進化見ただけだって5億年進化するんですよ。大変なことですよ。我々はそれを
本当にやり遂げて生まれてきた人たちなんですから、運が悪い人なんていないんです。運が悪い人なんて生まれてるわけないんだから。確かに。で、生まれてから運が悪いっていうのは自分が悪くしたんです。なるほど。そう思わなきゃダメ。生まれてきただけで大変な幸運。これは生物学を勉強すれば科学的に全員納得していただけます。はい、勉強しろ。はい、わかりました。ありがとうございます。ああ、要はそういうこと。はい、そういうことですね。あ、じゃあ みかんでもう一個いいですか。はい、あの木田金次郎とか豊島康政の絵なんかも、あれももう完全にみかんだなっていうふうに。まあ豊島もみかんの代表だよね。そうですよね。うん、はい、だから豊島は死ぬまで全部の絵に全部社員してないよ。もうどんどん書き換えていくつもりだから、本人は死ぬ前もまだ書き換えようと思ってるんだよ。だから豊島はまだ書き換えようと思ってる絵ばっかりを抱えたまま死んだと思う。で、書き換えることもできなかった。そういうことですよ。そういうことですね。だからもうみんなそうだよ。だから絵が完成してると豊島が思ったんだな。うん、豊島っていうのは芸術家として自分をちっちゃくまとめたんだよ。そうか。で、豊島というのは真の芸術に挑戦してるから、うん、まとめないんで、うん、永遠に未完だったわけだよ。うん、まあ、別にあの豊島に関して優れた芸術家は全部そうだよ。はい、だからこじんまりした芸術家は、はい、まあ言葉は悪いけど芸術家としての名声を得たいか、うん、それをお金儲けにしたいか、うん、だからここではい完成ですよみたいな、うん、これは素晴らしいですよってできるでしょ、うん、そういうタイプじゃないんだ。なるほど、うん、だから社長はもうそういう、まあ、見るとパッと分かっちゃうわけですね。それは分かりますよ、誰でも見たり。はい、そういうことですね。はい、はあ、ありがとうございました、うん、この葉隠れを信じて、はい、体当たりします。なんか言い方軽いね。なんか非常にこう軽快ですよ。やります。でもなんかそうですよね。でもちっちゃいところだけでもいいんですもんね。そうだよ、はい、うん、大きい小さいは関係ないよ。うん、これ例えばなんですけど、すっごくちょっとちっちゃくまとまっちゃってるかもしれないんですけど、はい、これが例えばペットに対してとかでもいいんですか。ペットは人間じゃないからな。ダメなんですか、やっぱり、うん、それは違う。ペットはあの人間じゃないんで、はいはい、ペットは動物なんで、あの俺は人間論をしてるんで、人間っていうことは魂の話だから、うん、ペットというのは可愛いけれども、うん、あれは動物的本能で生きてるんで、うん、これはちょっと人間の話と違うんで、あの動物を可愛がりましょう、大事にしましょうっていうのはいいと思うけど、うん、それと人間論は違うから、うん、ペットにだって武士道なんて言ったってダメですよ。肌綺麗って。それは虐待です。確かに。ペットに武士道を押し付けたら虐待ですから。あの誤解しないように。あの人間だから押し付けてもいいんですよ。人間っていうのはそういう崇高な魂を与えられて生まれてるから、だからその崇高さに向かうことが使命だからいいんです。ペットは使命それじゃないですから。うん、まあ可愛がられるために生まれてきたみたいな感じですもんね。まあそういうことだな。あの役目が違うというか、よく言うじゃん。そうか。だからライオンとかトラが、あの別に生きたまんま何かを食べても残酷だって言わないのは、あの彼らはそれが役目だから、はい、それはそれでいいんです。俺は人間の話をしてるんです。はい、わかりました。動物と混同しないで。わかりました。役目を、はい、うん、大丈夫か。自白します、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。葉隠れ10回第7回、本気にては開業はならず、気違いになりて死に狂いするまでなり、第8回、不幸せの時ふたぶるる者は役に立たざるなり、第9回、必死の観念一日しきりなるべし、第10回、同じ人間が誰に劣り申すべきや。